地中海。地中海、地中海は、北と東を、ユーラシア大陸、南を、アフリカ大陸、両者で世界島に囲まれた、地中海盆地に位置する海である。海洋学上の地中海の一つ。地中海を指すメディターニアンという語は、大地の真ん中を意味する、ラテン語のメディターニアスメディテル、ダーネウス、ミディウス、真ん中、テラ、土、大地に由来する。 また、ギリシア語では、これと全く同じ造語法でもって、メセジェスと呼んでいた。歴史的には、他にも、各国語で様々に呼ばれてきたことが古文書などを通じて明らかになっている。例えば、ローマ時代のラテン語では、マレナストラムと呼ばれたが、これは、我らが海という意味であった。聖書には、偉大なる海、あるいは、西の海として登場している。 近代のヘブライ語では、ヘクタール、ヤムヘクタールチチョン、ザミドルシーと呼ばれ、その語義はドイツ語ミタルミールと変わるところがない。トルコ語では、オクレニツと言い,い、これは、国海カーデーニツに対する、八海という意味であり、アラビア語では、と呼んで、中央の白い海という意味合いになっている。近年の英語では、ザメドという短縮語が、地中海とそれを取り巻く、周辺地域を、 日常の会話で語る場合の共通の語として用いられている。正確には、西をジブラルタル海峡で大西洋と接し、東はダーダネルス海峡とボスポラス海峡を挟んで、マルマラ海と黒海につながる海を言う。マルマラ海を地中海に含めることもあるが、黒海を含めることはしない。世紀に屈されたスウェズ運河の開通以降は、海を経由して、 インド洋につながる。内海であるため、比較的波が穏やかである。また沿岸は、複雑な海岸線に富んでいるため、良好に恵まれ、三つの大陸を往来することができる。こうした条件から、地中海は、古代から海上貿易が盛んで、古代ギリシア文明、ローマ帝国などの洋乱となった。21世紀初頭の現在も、 世界の海上交通の要衝の一つである。地中海の沿岸は夏に乾燥、冬に湿潤となり、地中海性気候と呼ばれる。この気候のため、オリーブ等の樹木製作物の栽培が盛んであるほか、夏のまばゆい太陽や、冬季の温和な気候を求めて太陽に稀ない地域から、多くの観光客が訪れる。火器のように巨大なプレートの衝突によって形成された。 海であるため、全域に火山が分布し、ベスビオ山やエトナ山、サントリーニ島など現代に至るまで活発に活動を続ける火山も多く、地震も頻発する。内海であり、生誕のジブラルタル海峡のみでしか外目と接続のないことは、地中海の海水循環に大きな影響を与えている。ジブラルタル海峡は狭く浅いため、北。 大西洋海流のような外洋の大きな海流の直接の流入はない。大西広市からの海水の流入とナイル川などの地中海に流入する河川の水量を合わせても海面からの蒸発量が大幅に上回るため塩分が高く潮位が低くなっている。蒸発量は気温が高く乾燥の度合いの強い地中、海東部においてより激しく、そのため東部では 水面が低く塩分濃度も高い。こうして低くなった東部には大西洋から西部を通じて低塩分の海水が流れ見、東の高潮分水はそれによって西へと押し出され、ジブラルタル海峡より大西洋へと戻る。このため地中海の表層の海流は軽い低塩分水が東へと流れ、深層海流は重い高潮分水が西へと向かっている。地中海から流れ出た。 高潮分水は大西洋で数千キロメートルも特徴を保ち続ける。しかし全般的に言って地中海の潮流は非常に弱い。閉鎖性水域であり海水の循環が不十分であること、及び沿岸人口は3億6千万人を超える上、世界でも開発の進んだ地域の一つであるとによって地中海の水質の悪化が懸念されている。 約2億年前ないし約1億8000万年前、パンゲア大陸が南のゴンドアナ大陸と北のローラシア大陸へと分裂し始めて地スカイが誕生した。テチスカイは現在の地中海の原型にあたり、古地中海とも呼ばれる。テチスカイは地殻変動が繰り返され、現在のユーラシア大陸やヨーロッパ、アフリカ大陸が形成されていく中で、 ハスピカや国会を切り離す形で縮小してきた。中心余末期のメッシーなき7.246プラスマイナス0.00500万年、前マイナス5.332プラスマイナス0.00500万年前には一時的に大西洋との間で断絶が起き、596万年前から533万年前にかけてメッシニアン塩分危機が起こり、テキス海は 塩湖化しながら縮小もしくは完全に干上がった時期が確認されている。533万年前、再び大西洋とジブラルタル海峡でつながると200年以上かけて海水が流れ込み地中海が形成された。塩湖からの影響で地中海は現在も大西洋より塩分濃度が高くなっている。地中海沿岸の多くは夏は 南方のサハラ砂漠方面から北上してくる高気圧によって乾燥し、晴天に恵まれる。一方冬は北方から南下してくる低気圧によって雨が降り、湿潤な気候となる。この特徴的な気候はスペインからイタリア半島、ギリシャ、アナトリア半島、マグリブ諸国のアトラス山脈以北などに分布し、欠片の気候区分においても地中海性気候。 S, s と呼ばれる独立した一区分となっている。一方、地中海でも、緯度の低いリビアやエジプト沿岸においては、ハドレー循環による、北緯20度から30度にかけての亜熱帯高圧帯の直下に位置し、一年中高気圧に覆われるため、ナフサ山地によって、海風が山にぶつかるトリポリタニア北部と、同じくアフダル山地にぶつかるキレナイカ北部を除き、砂漠地帯が広がっている。 また、前述した高気圧と低気圧の移動に伴い、地中海は多数の極地風があることで知られる。夏に南から吹く風としては、イタリアのシロッコやリビアのギブリなどがある。ギブリは乾燥しているが、シロッコは地中海を越えてくるために蒸し暑い風となる。冬は逆に北から強風が吹くようになる。アドリア海のボーラやフランスのミストラルなど、 寒く乾燥した風が多い。地中海沿岸は古くより多くの民族が栄えてきた。最初に文明が栄えたのは東地中海で、エジプト文明をはじめ、アナトリアのヒッタイトやクレタ島のミノア文明、ギリシアのミケーネ文明などが盛んに交易を行っていた。中でもミノア文明は地中海のただ中にあり、沿岸の各文明と盛んに交易を行っていた。 しかし、紀元前1200年頃、前1200年のカタストロフと呼ばれる大変動が、この地域を襲い、海の民と呼ばれる人々の襲撃によって、ヒッタイト富のアミケーネは崩壊、エジプトも大きく力を落とした。やがて、紀元前12世紀頃から、地中海東端、現在のレバノン付近に居住していた、フェニキア人が地中海交易を開始する。ついで古代ギリシ諸都市も、 沿岸交易を開始し、地中海沿岸には、フェニキアとギリシアの多くの植民都市が建設されていった。イスタンブール、ビサンチューム、ナポリ、ネアポリス、マルセイユ、マッサリア、パレルモ、メッシーナ、シラクサなど、この植民都市に起源を持つ都市は現在でも多く残っている。この時期から地中海においては、ガレー線が多用されるようになった。地中海では、 風向きが安定しないため順帆船の使用は遅れ、17世紀に技術進歩によって小舟にとって変わられるまでは、河冷船は地中海の船舶の主流となっていた。紀元前8世紀にフェニキアが政治的独立を失ったものの、植民都市の一つカルタゴが強大化し、地中海西部に葉を唱えるようになった。一方、地中海中央部では、共和制ローマが、 強大化し、三度にわたる、ポエニ戦争によって、カルタゴを滅亡させ、さらに、ギリシア諸都市や沿岸諸国を、次々と占領していき、最終的に、紀元前30年にプトレマイオス朝、エジプトを併合して、地中海は、ローマ帝国の内海となり、我らは、海、マレナストラムと呼ばれるようになった。ローマの外交であるオスティアは拡大整備され、 地中海沿岸各地に広がる属州から、ローマを支える大量の穀物や各種商品が運び込まれた。地中海全域が統一政府のとに置かれたことで、海運は活発化し、地中海全域が一つの経済圏となった。ローマ帝国の東西分裂と西ローマ帝国の崩壊は、地中海にも混乱をもたらし、ゲルマン民族の大移動によってやってきた。 ゲルマン人が地中海を渡り、西ゴート王国やバンダル王国を建国した。一時的に、東ローマ帝国がユスティニアヌス一世のもとで、イタリア半島や北、アフリカを回復したものの、7世紀に入ると、イスラム帝国が地中海地域に侵攻を開始し、8世紀には地中海南岸及び東岸を領域化した。これに対し、地中海北岸は、 フランク王国の主導のもとキリスト教のもとに留まり、これによって地中海世界は異なる二つの文明体系に分裂することになった。キリスト教内においても、この頃東ローマ帝国のギリシア正教圏とローマ教皇を、フランク王国のローマカトリック圏とに大きく分かれ、異なった文明となっていった。イスラム帝国の信仰とフランク王国経済の重心が 北部に移動したことにより、一時衰退した地中海交易は、9世紀に入ると、アマルフィ、ピサ、ジェノバ、ベネツィアといったイタリア半島の諸都市が地中海交易に乗り出し、交易が再び盛んとなった。やがて徐々に力を蓄えたヨーロッパ諸国は東方への進出を試み、1九9 5年に始まる第一次十字軍によってエルサレムを中心に、 地中海東岸に十字軍諸王国と呼ばれる国家軍が建設された。この後、七度を数える十字軍が起こされたが、十字軍諸国家は12世紀末、以降徐々に衰退し、1187年には、IU 部長を起こしたサラーフッティーンによって、エルサレムがイスラム側に再占領された。これにより再び十字軍が組織されたが、第三回十字軍は、エルサレム奪回に失敗し、 第四回十字軍はイスラムではなく東、ローマ帝国に矛先を向け、1204年に東ローマの首都コンスタンティノープル陥落して、東ローマ帝国が一時滅亡し、ラテン帝国が建国された。第一回十字軍は陸路を取ったものの、第二回十字軍以降はカイロでの侵攻が主流となった。この軍輸送はイタリア半島の公益都市軍によって負担され、 この頃までにはこの大軍を輸送するだけの輸送力を、これらの諸都市が持っていたことを表している。この十字軍は一面で、地中海の移動の活発化をもたらし、これ以降交易や文化交流は一層盛んとなった。ジェノバやベネツィア、ドゥブロブニク、ラグーザ共和国などが大貿易都市として栄え、この交易によって蓄えられた富や知識をもとに、やがてイタリア半島において、 ルネサンスが始まることとなった。一方、西地中海においては、アラゴン王国が13世紀以降、サルデーニャやコリシカ、シチリア王国、ナポリオ王国を領有し、アラゴン連合王国として、西地中海の政界権を握っていた。この政界権は、1479年に、アラゴン王国とカスティーラ王国が合同して、成立したスペイン王国へと引き継がれることとなった。 15世紀には、オスマン帝国がアナトリア半島から勢力を広げ、1453年には東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを攻略した。これにより、ボスポラス海峡を通って、国会方面に貿易帝国を築き上げていたジェノバ共和国は大打撃を受け、活動を西地中海へと移していくことになった。一方、エジプトやシリアはまだ、オスマン領ではなかったため、 この地域を交易の基盤とするベネツィア共和国は東、地中海の支配権を握り続けた。しかし、オスマン帝国の膨張は止まらず、1517年にはエジプトのマムルーク朝がオスマンに征服され、オスマン帝国は地中海東方及び南方を手中に収め、それまで地中海の政界権を握っていたベネツィア共和国やスペインと激しく対立した。 1538年のプレベザの海戦によって、オスマンは全地中海の制海圏を握ったものの、1571年のレバントの海戦によって、歯止めがかけられ、西地中海の制海圏はやがて、スペインが脱回した。一方、アメリカ大陸の発見により、ヨーロッパの交易中心は地中海から大西洋及び北海へ移り、地中海の交易は、 相対的に地位が低下した。また、15世紀以降マグリブ諸国からの海賊が、キリスト教国の脅威となり、バルバリア海賊と呼ばれて19世紀初頭までも多いを振るった。1783年に独立したアメリカ合衆国も、1801年の第一次、バーバリ戦争と1815年の第二次、バーバリ戦争の2度にわたって、バルバリア海賊と戦火を交えている。 スペイン継承戦争の結果、1713年のユトレヒト条約においてイギリスはジブラルタルとミノルカ島を獲得する。ミノルカ島は、その後、アメリカ独立戦争中の1782年、メノルカ島侵攻によってスペインが奪還するが、ジブラルタルは以後現在までイギリスの重要な軍事基地となっている。1798年には、 フランス共和国のナポレオン・ボナパルトがカイロ・エジプト遠征を行い、イギリスの地中海と航海、インド洋との連絡を断ち切ろうとした。しかし海軍力に勝るイギリスは、ホレーショネルソンの元ナイルの戦いにおいて勝利を収め、地中海の正解権を確立する。補給を断たれたフランス軍は1801年に降伏した。以後もナポレオン戦争中、イギリスは、 マルタ島やヨニア諸島を占領し、地中海における重要拠点とした。特にマルタ島には地中海艦隊の本部が置かれ、イギリスの地中海制海権を担っていた。19世紀に入ると、オスマン帝国の衰退に乗じ、北岸のヨーロッパ諸国が対岸の北アフリカを植民地化していった。1830年にはフランスがアルジェリア侵略を行い、これにより、 バルバリア海賊が完全に消滅するとともに、以後1962年に至るまでフランスがアルジェリアを支配した。1820年頃から、一時は完全に希望本周りに移っていた東西交易のメインルートが、再び地中海経由に戻る兆しを見せ始めた。イギリス東インド会社の飛行率と、その頃外洋へ進出し始めた蒸気船の進歩が、 距離の短い地中海ルートの復権を流したのである。1820年代には、英領インドからイギリスまでの定期蒸気船航路の開設が叫ばれるようになるが、このルートには、カルカッタ財界のオス希望本ルートと、ボンベイ財界のオススエズルートの二つのルートが存在した。希望本ルートは一時定期船を就航させたものの、燃料である石炭の補給基地の開設に失敗し、 結局1835年に、イギリス政府は、ボンベイからスエズへ、蒸気船航路を開設し、スエズからアレキサンドリアまで陸走した後、アレキサンドリアから地中海を西へ向かい、マルタ島を経由して、ジブラルタルで英国本土行きのホブネに乗せ帰る郵便ルートを、正式に採択する。これにより、地中海は再び東西を最速で結ぶ経路となった。この頃、 東西海運のネックとなっている、スエズ地境に運河を改作する案が浮上する。この案は、歴史上何度も現れては消えた案であったが、産業革命の進展により実際に運河を建設する条件が正だからである。イギリスはこの案に消極的であったが、フランスがこの案を積極的に進め、フェルディナンド・レセップスによって設立された、スエズ運河会社によって運河は1855年。 着工し、1869年に開通した。これにより、地中海と航海が一本の水路でつながり、地中海を経由する東西直行ルートが可能になった。スエズ運河が開通することで、地中海は完全に東西交易のメインルートへと復帰した。地中海沿岸、特に北岸は産業革命の進んだ先進地域が多く、 また、希望本周りの従来のメインルートに比べ、時間、距離、コストともに圧倒的に有利だったからである。蒸気船の就航により、地中海大一般航路の時間も短縮され、本数も増加して、多数の航路が地中海内に開設されるようになった。この時期、特に19世紀に入って、以降、従来の地中海沿岸諸国に加え、地中海への入り口を確保したオーストリア帝国、 後に、オーストリア・ハンガリー帝国が、アドリア海の暗号にある、トリエステ港を整備し、ここを拠点として、地中海進出を進めていた。第一次世界大戦は、地中海においても大きな動きをもたらした。地中海、特に、アドリア海は、イタリアと、オーストリア・ハンガリーの海戦の舞台となり、オトラント海峡海戦など、いくつかの海戦が起こった。第一次大戦後、 オーストリア・ハンガリーは地中海への出口を喪失し、セルビア王国の後継であるユーゴスラビア王国がその地域を得た。第二次世界大戦においては地中海は第一次世界大戦よりさらに大規模な戦いの舞台となった。イタリア・ドイツとイギリスの間に地中海の戦いと総称される多数の戦闘が起き、イギリスはマルタ島を基地として 数軸軍の補給を脅かし続けた。第二次世界大戦終結後、1956年のスエズ動乱によってイギリスは、スエズ運河の支配権を完全に喪失し、ガマール・アブドゥルイコール・ナーセル率いるエジプト政府が、スエズ運河を国有化した。しかし1967年、第三次中東戦争が勃発し、対象したイスラエルは、市内半島を占領下に置き、 スエズ運河島はも支配した。これにより、スエズ運河は通行不能状態となり、地中海を経由する東西交易は一時完全にストップし、古い希望本回りのルートへの移行を余儀なくされた。この状態は1973年10月の第四次中東戦争まで続いたが、この戦争後両国は歩み寄りを見せ、1975年に運河通行は再開されて、 これにより、地中海経由の東西貿易も再び復活した。1995年、バルセロナで開かれた欧州、地中海会議において、欧州と非欧州の地中海沿岸諸国、マシュリクとマグリブとの政治、経済、文化面での交流を深めるべく、欧州、地中海パートナーシップ、バルセロナプロセスが発足した。 この取り組みは一定の成果を上げ、この取り組みを下敷きとして2007年、フランス大統領のニコラサルコジが地中海、連合提唱し、2008年に欧州連合及び地中海沿岸諸国の共同体として発足した。2000年代より政治、経済的混乱が続くブラックアフリカやアラブ諸国から難民が船を仕立てて地中海を渡り、 北岸の欧州連合諸国へと上陸する事例が多発し問題となっている。特にアフリカ大陸に近いイタリア領のランペルーザ島などが主な目標となっており、ランペルーザ島には2000年代初頭以降、ランペルーザ難民収容センターが設けられ、難民を収容しているが、押し寄せる多数の難民によって収容センターは人員を大幅に超過する状態が続いている。 これらの難民船は老朽化したものが多く、海難事故も多発している。2013年10月3日には、リビアからイタリアへ向かう難民船が2013年、ランペドゥーザ島難民船沈没事故を起こし、360人以上が死亡した。2014年9月10日には、マルタ沖で難民と密、入国業者の間のトラブルから業者が、故意に船を沈め、 難民500人以上が死亡する事故が起こった。地中海は世界で最も海上交通の盛んな地域の一つである。古代から船と港を自然の脅威から守り貿易を支えてきた。沿岸の諸都市間を結ぶ近距離航路、ジブラルタル海峡やスエズ運河、ミディ運河を通り東西を結ぶ貿易航路によって常に混雑している。モダンな側面もあり、 近代からは海底ケーブルが多く敷かれ、戦後和が一体を電化させた。そこへスマートグリッドを応用したが、今は世界的な開発市場となっている。また、地中海沿岸は特に夏に海晴に恵まれ、冬の寒さもそれほど厳しくないため、夏は海水浴、冬は帰還を目的に、 陽光の少ない北ヨーロッパ諸国を中心とした世界各国から観光客の集まる大造土地が数多く存在する。こうしたリゾート開発は18世紀後半に王公貴族のものとして始まったが、鉄道や蒸気船の開発によって交通の便が著しく向上した19世紀には、裕層全般に拡大し、1970年代に入ると、 西欧諸国の労働条件の改善やバカンス制度の導入により、一般市民にも手の届くものとなり、一大産業となった。地中海は観光地やリゾート地、大都市などが点在するため、こうした町々を結び、さらに地中海に美しい風景を楽しむためのクルーズ船も多く就航している。地中海クラブと呼ばれる観光企業も存在する。 地中海で面積の広い島の上位10島は以下の通りである。他にイギリスの海外領土、イベリア半島のジブラルタル、キプロス島のアクロティリを呼び、デケリアが存在する。また、キプロス島北部は北、キプロスが実効支配している。地中海に面する人口20万人以上の都市は以下の通りである。国際水路機関は地中海の海にあたる海域として、 以下の八つを定義している。このほか、次のような海域に分けられることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。